ひまわりの背景になっている海と空を型紙と担保で描いてみましょう。まず型紙を作ります。雲の型紙です。もくもくと入道雲を切ってください。何枚か重なるところを作っておきます。次に波の部分です。新聞紙をこんな風に折っていって、ここを丸く切ります。さらに折って丸く切ります。小さな波です。ちょっと広めに折って大きな波を作ります。これで3種類の波ができました。一番小さいものを広げてマスキングテープで貼っておきます。海と雲の境界には少し空が見えています。青い担保で押していきます。必ずしっかりと絵の具をつけて網目が出ることを確かめてください。雲と空の境目をしていきます。境目まで来たら、今度は1枚外して押していきます。こうすることで雲の重なりができます。雲の中にも影がありますので、型紙を使ってその部分をつけておきましょう。雲ができたら空全体に担保を押していきます。担保と担保が重なり合うようにふわっと押しましょう。次は波の部分です。先ほど使った型紙の反対側の部分で押していきます。上の方は細かい波です。波は下の方から押した方が押しやすいです。下の方は広い波。型紙を中くらいのものに変えます。両端をちょっと広めにマスキングテープで留めます。担保が乾いてきたら水を、薄くなってきたら絵の具を足して、しっかりとくるくるトントンしてください。担保をずっと押していったら、網目の向きを変えてもう一度押していきます。そして手前に少し引っ張って波をずらして、同じように押していきます。これを繰り返せば海の波ができます。
これで背景の完成です。ここにひまわりを置いていくとこんな感じになります。お花紙のひまわりの作り方はまた別の動画をご覧ください。ここではひまわりを置きましたが、ヨットを描いたりクジラを描いたりしても楽しいです。